すぐ現代に染まる武将もいれば、なかなか馴染めない武将もいたりとか、なんかね、みんな可愛いの。ラブマシーン。こんにちは、鮫島です。今日はですね、ちょっと聞いてほしいことがあって、ひたすらおしゃべりをする動画になっております。あのね、去年2023年の6月から始動した戦国アライブっていうプロジェクトがありまして、で、私自身アプリの事前登録から始まり、で、まあリリース日からずっと追っていて、当初から推しもいたんだけど、その戦国アライブのアプリがですね、なんとリリースしてからまだ1年ちょっとにもかかわらず、サービス終了してしまうことになったんですよ。もうさ、めちゃくちゃ悲しくて、大好きなアプリの差し打ってさ、やっぱり。ただ、ここで勘違いしちゃいけないのが、アプリは差し打なんだけど、プロジェクト自体は続いてくれるんですよ。で、公式の発表だと、アプリではなくなっちゃうんだけど、新しいプラットフォームで、ストーリー配信あったりとか、あとキャラとのなんかコミュニケーションが取れる SNS 機能みたいな、そういうのもスタートするみたいだし、あとグッズ制作とか新規のビジュアル公開もあるよっていうことなので、まだまだ色々と展開はしてくれるみたいなんです。なので私的にはもうこれ以上プロジェクトが縮小しませんようにっていう気持ちなんですね。なんならまたここから盛り返して新しくアプリをリリースしてほしいくらいの気持ちではある。で、セン線荒はね、結構内容熱くて、オタクがハマれる要素たくさんあるし、いいところいっぱいあったから、ぜひこう、戦国アライブを一人でも多くの人に知ってもらって、少しでもこう、オタクが増えてくれたらいいなと思って、この動画を撮ることにしました。で、動画を撮ることにした理由は他にもちょっといろいろあるんだけど、その辺はこの後触れていこうと思います。ということで、今回は鮫島チャンネルにしては珍しい布教動画です。ということで、早速なんだけど、私的セン荒の推しポイントを紹介していきたいと思います。まず推しポイント1、ストーリーや設定がぶっ飛んでて面白い。まず戦国アライブがどういう内容のプロジェクトかっていうと、戦国武将かける音楽っていうのがテーマのプロジェクトなんですよ。ざっくりしたストーリーは、戦国武将が現代にタイムスリップしてきて、で、歌で天下統一を目指すっていうストーリーなんです。このざっくりしたストーリーだけでもさ、なんかオタク心くすぐられない？何それってくすってなるんだけど、こういう設定ってなんかちょっとやっぱワクワクするんだよね、私的に。で、このタイムスリップにもいろいろ裏がありそうな、こう面白い匂わせとかがあったりしたので、今後のストーリー展開にこう期待が高まってきたっていうところだったんですよ。なので、アプリではなくなっちゃうんだけど、まあ新しい場所で引き続きメインストーリーの配信してくれるみたいなので、今後も楽しみなポイントの一つです。続いて推しポイント2、戦国武将ならではのキャラの濃さ。設定がやっぱ面白いからキャラも濃いの。歴史上で言い伝えられてる性格とか、あと武将同士の関係性とか、そういうのがそのまま生かされてるっていうのは、こうオタクの想像のつく範囲だとは思うんだけど、プラスなんかそれが現代風にこう絶妙にアレンジされてる感じもあるし、あと時代背景のちぐはぐ感も面白い。すぐ現代に染まる武将もいれば、なかなか馴染めない武将もいたりとか、なんかね、みんな可愛いの。あとはシンプルにキャラデザがめちゃくちゃいい。好き嫌いが分かれる絵柄のコンテンツとかも結構あると思うんだけど、セン荒は結構無難というか、絵柄が刺さる人も結構多いんじゃないかなって思います。私が持ってる SSR を少し紹介するんですけど、SSR はやっぱ綺麗だし、あと結構バラエティに富んだ衣装とかシチュエーションのカードがいっぱいあるから面白かった。なんか戦国武将っていう元々の設定があるからさ、なんかこう、戦国武将なのにこんな衣装着てるとか、なんかそういう楽しさがありました。まあアプリはなくなっちゃうので、こういう SR、SSR とか、ランク分けされた絵柄は出ないのかなとは思うけど、でも引き続き新規ビジュアル出してくれるみたいだし、グッズ制作もあるのでご安心ください。今から推しができても当然供給はあります。続いて推しポイント3、豪華で面白いキャスティング。これはね、そもそも私がなんでセン荒を事前登録とかの段階から追っていたかっていう話になるんだけど、セン荒の声優には舞台俳優さんが何人もキャスティングされていて、でその中に私の推しの橋本翔平くんがいたんですよ。別の作品なんだけど、同じく翔平くんが声優をやられてる、フロムアルゴナビスも追っていたり、あと朗読劇とかの声のお仕事も見に行ったりしてるくらい、翔平くんの声が結構好きで、で、今回前田利家の声優を担当されるっていうことで、声のお仕事私的にはすごい嬉しかったので、
プロジェクトが発表された当初からチェックしていたんです。そんなわけで翔平くんの他にも舞台俳優さん何人もキャスティングされてるんだけど、このチャンネルはやっぱりアンスタ P が多いと思うので、アンスタ P がわかるであろう俳優さんを数名ちょっと挙げていきます。声優もステでも鳴上嵐役をやられてる北村亮くん、あとアンステの茨役の橋本真一くんがいて、甲賀役の赤澤亮太郎くんがいます。で、そして今年に入って、追加キャラの発表があったんですけど、その追加キャラの声優にはアンステの夏目役をやられてる木津翼くんもいました。他にも舞台俳優さんまだまだいて、もうさ、これだけ多くの舞台俳優さんがキャスティングされてる時点で、その声優キャストをそのまま起用した舞台化をね、視野に入れてるんだろうなって思うじゃん。で、実際そうだと思うの。しかも楽曲をね、扱うコンテンツだから、こう客席もペンラオッケーなライブパートがあるような舞台がぴったりだし、私はもうセイアナのキャストが発表された時からそれをめちゃくちゃ期待してたから、もう本当に戦国アライブアプリ終わってる場合じゃない。もうこれだけ豪華なね俳優陣揃ってるんだから、でストーリーもぶっ飛んでて面白いし、もうステやったら絶対話題になるよってめちゃくちゃ背中を押していきたいです。引き続き、しかもねこれだけじゃないんですよ。舞台俳優さんじゃないキャスティングの普通の声優さんのキャストもすっごい豪華で、しかもねアンスタとも結構被ってるんです。増田俊樹さん、高橋ひろきさん、あと内田優馬くんと海斗佑くんと、あと追加キャラで畑野渡さんがいます。全部ごちゃ混ぜにしたらさ、レオピー、嵐ちゃん、レイ、甲賀、シュー、夏目、茨、淳くん、琥珀、アドニスがいるってことになる。まああくまでね別のコンテンツなので、アンスタとこう結びつけすぎるのも良くないとは思うんですけど、でも実際アンスタ P としてはこれだけこう馴染みのあるキャストさんたちがまた違ったキャラクターをねそれぞれやられてるっていうのはすごく面白いので、なんかこう入り口としてはすごく大きいポイントじゃないかなって思います。続いて推しポイント4、名曲カバーが熱い。最初に言ったセアラのテーマ戦国武将をかける音楽っていうところなんですけど、オールキャストでのオリジナル楽曲的なものも出してくれてる、プラス、名曲をねカバーして歌ってくれてるんです。これが私的にはかなり熱い。今ちょっと楽曲一覧を見てみてるんですけど、やっぱりねこう世代じゃなくてもどれもすごい名曲たちなので、20代前半半ば以上くらいの年代の人だったらどれも聞いたことある曲なんじゃないかなって思います。動画の最後にね紹介があったらちょっとプレイ動画載せようかなって思ってるので、そこで実際曲も聞いてほしいと思ってるんですけど、ここでいくつか挙げていくと、ポルノグラフィティのサウダージとか、あとは TM レボリューションのホットリミット、あとアニソン系だと昔のルロケンの主題歌のそばかすが入ってます。あと3分の1の純情な感情とかも入ってるね。あと曲で言うと私的に一番熱かったのが、モームスのねラブマシーン。もうさ曲だけでも熱いじゃん、モームスのラブマシーンって。でそれをカバーしてくれたのが翔平くんと、北村亮くんと、あと声優の小笠原仁くんの3人ユニットだったの。もうさメンツ最高でしょ。あそう、しかもねそのユニット名が、スパークル侍っていうユニット名だったんだけど、なんかモームスのラブマシーンってさ最後の方にモーニング娘。もウォー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 って入ってるじゃん、モーニング娘。っていうグループ名が。でそこがちゃんとスパークル侍になってるの。なんかそこに私めっちゃテンション上がって、なんかそういうのも含めてめっちゃ楽しいカバーソング。やっぱりねそもそもキャストが豪華っていうのが大前提にあるので、カバーソングは本当に熱いです。どれもぜひ聴いてほしい。まあただ今後の楽曲リリースに関してはアプリ差し後はどうなるのかっていうのが気になるところではある。実際ねその差しのお知らせの文章にはこう今後も楽曲リリースしていきますみたいな文章はなかったから、そもそもセンアラはリズムゲーだったから曲をポンポン出してくれてたと思うんだよね。まあでも始動1年にしては結構曲数もうすでに出ててたくさんあるので、まあその既存曲を聴くだけでも MV 見たり曲聴いたりってするだけでも楽しめるとは思うんだけど、でもやっぱり歌で天下取ろうぜっていうストーリーだから、そもそもだからユーザー的にはやっぱりこうペース落ちてもいいから、オリジナル曲だったりカバーソングだったりっていうのはちょっと定期的にリリースしてほしいなっていう気持ちはすごい大きいです。
ということで、まあ、他にも細かい推しポイントいっぱいあるんですけど、この場で大きく紹介できるセアラの推しポイントはこんな感じです。で、その動画をね、この動画を撮ることにした理由がなんかいろいろあるんですって最初に言ったと思うんだけど、でその理由の一つが、実はね、今年の2月にセアラのイベラン動画をアップする予定だったんですよ。で、撮影もしたので、編集も途中までしたの。2月にセアラが始動して初めてのバレンタインを迎えて、で、そのバレンタインイベがあったんですよ。で、そのバレンタインイベとかってさ、まあ女性だからだとは思うんだけど、結構特別じゃない？やっぱり。なんかそのタイミングで推しがピックアップで来てくれたりすると、めっちゃテンション上がるじゃん。で、まさかの今回その推しの前田利恵が来たんですよ、ピックアップで。で、片倉小十郎っていうキャラクターとユニットでのピックアップだったんだけど、まあただ時期的にそんなにがっつり走れないな、スケジュールがと思って、まあ、ゆっくりのんびり走って1枚撮れればいいかなとか思ってたんだけど、イベント楽曲がマッキーのもう恋なんてしないだったので、しかももう一人のその片倉小十郎役の声優さんが高橋宏樹さんだったの。もう翔平くんと高橋宏樹さんのデュエットはもう熱すぎるのよ、私的に。で、しかもそこに加えて推しの新しい新規ビジュアルの絵柄が、で特に開花前がめちゃくちゃ刺さったの。見て、これがその開花前なんだけど、めっちゃ可愛くない？もう頑張ってトリュフみたいなの作ってくれてて、これ私に作ってくれてんのかなって思うじゃん。でも違うんです。これ、利恵は織田信長様大好きワンちゃんなので、信長様に作ってるんですよ、これ。私じゃないんです、別にこれは。まあそれはいいとして、でとにかくこの絵柄がまあ刺さって、モチベも一気に上がって、もう上位狙って走っちゃうぞって思って、で走った時の様子を撮影してたんです、動画を作ろうかなと思って。でもね、じゃあなんでアップしなかったのかっていうと、あのセアラのお宅で YouTube に動画上げてる人ってまだ全然いなくて、でイベラン動画を作るってなったらさ、いくら Vlog っぽくするとはいえ、イベント走るにあたっての最低限の情報とかを載せたり、まあ、説明軽く入れたりっていうのが自然な流れで、まあ、必要になってくる。でも私そういうちゃんとした情報をね、お伝えする系の動画を作ることに苦手意識がちょっとあって、まあ、その苦手意識というか、間違った情報を伝えちゃったらまずいなっていう気持ちがあって、アンスタならもう熟知してるから自信を持って動画内でお伝えできるんだけど、セアラに関しては上位狙うどころか、目的を持ってこうしっかりイベント走ったのが初めてだったの、その時。だからもうそもそも私自身に知識が全然足りてない状態で、まあ、もちろんイベント前にいろいろ調べて自分なりに情報を集めて走ったんだけど、ただまだリリースしたてのコンテンツだから、その情報のすり合わせもしにくいんですよね。本当にこの情報が合ってるのかっていう、そういう不安もあったし、でも誰もセアラの動画を上げてないってことは、今後セアラのね、情報を求めて YouTube に来た人はきっと私の動画にたどり着く。じゃあなおさら間違った情報を動画の中で流しちゃったらまずいなっていう、こう思考回路にぐるぐる陥った結果、動画アップに至らなかったんですよ。でも動画アップするのやめようってなったわけではなくて、なんとかこう動画作ろうとはしてて、デッキとかポイント数とかのスクショとかもね、いちいち撮ってたし、なんなら運営さんにこういう動画作っても大丈夫ですかとか、こうプレイ動画とかアプリ内の動画どこまで OK ですかって改めて確認する問い合わせとかもしてたのね。でも結局アップできなかったから、私の中でも心残りがすっごいあって、でそれもあってこの動画を撮ろうと思ったんですよ。とにかくセアラの動画をしっかり上げたかったっていう気持ちです。ちなみにその時のイベントの結果は6位でした。やっぱりなんだかんだ忙しくて、毎日がっつりプレイできたのって2、3時間ぐらいで、最終日だけ7時間ぐらいまとめて走って、でそれで6位だったから、しかもデッキもそんなにね、別に強くない状態だから、上位はかなり目指しやすかったです。もちろん直前のガチャはそれなりに回したけど、アンスタとかになってくるとさ、もう最近イベラン上位って次元が違いすぎてすごいじゃん。もういくつもの条件をクリアできるオタクじゃないと、もう戦えない場所に、なんかすごい場所になってるから、それと比べたらやっぱりリリース1年のコンテンツなので当然ではあるけど、もうかなり優しい世界でした。なんかこう、ちゃんとイベントそのものを楽しみながら推しと一緒に頑張れてるみたいな雰囲気がすごく良くて、あと個人的にね、デッキに使えるカードがキャラかぶり OK だったんですよ。当然推しの SSR 一番持ってたし、一番強かったから、スキル発動とかのエフェクトがもうね、推し祭り。推しのソロ曲を推しでいっぱいのデッキで周回して、
でしかもイベント楽曲ももちろん教えがいるユニットだから、本当になんか前田利家だらけのイベント期間で、思った以上にね、そのセアラのイベント楽しめたから、だからバレンタインイベントの時のことを思い返すと、よりアプリの差しゅうが寂しくなる。また利家のイベント走りたかったなって思います。戦国アライブっていうコンテンツがまた少しずつこう盛り上がって、また新しくアプリができるっていうわずかな期待を込めて、あえて差しゅうしてしまうアプリについてがっつり触れてみたんだけど、まあ、新しい場所になってもプロジェクト頑張って続けていってほしいし、もう本当にストーリー面白いし、キャラもイラストもすごくいいから、そういうのでまたオタク獲得していったり、コラボカフェとかやってくれたら行くしさ、舞台化とかで注目集めたり、いろいろ動いていってほしいです。ということで最後に私の特におすすめの楽曲たちをプレイ動画撮影してみたので、どんな曲があるかとか、アプリの雰囲気がどんな感じだったかとか、ちょっと知ってもらえたらいいなと思います。この動画で戦国アライブちょっと気になってきたっていう方は、ぜひいろいろチェックしてみてください。もし推しができたらコメント欄で教えてください。みんなと同じように裸になった幸せ。
Trust me. Follow me. Yes, I do. Look alive.